今田耕司、松本人志のポスト再開を歓迎、アニさん、その注目度の高さ改めて衝撃、ほんますごい人。今田耕司、1966年、昭和41年3月13日からは、日本のお笑いタレント。司会者、YouTuber、大阪府大阪市天王寺区出身、吉本興業所属、愛称は、今ちゃん。実家は大阪市天王寺区生玉の道禅寺という本門法華宗の寺で、実父は会社員と住職を兼業していた。3人兄弟の末っ子で、兄と姉がいる。血液型に関しては公式プロフ。ルニは長年 O 型と表記されており、後に A 型だったことがカミングアウトされてからも当面は O 型で通していた。子供の頃は西川紀夫の大ファンだった。中学3年時、友人と3人で独立していこうと決心して家出するも、数日で連れ戻されて自宅謹慎になる。お笑いタレントの今田耕司、58、が MC を務める読売テレビ、今田耕司のネタバレ MGT、土曜前11、55。20日放送分で、ダウンタウンの松本人志、60、が X でポストを再開したことを歓迎した。松本は今月14日に X で、ポスト、リポスト普通にしようと思ってます。当たり前の権利やしとポスト。ファンや芸能人仲間から大歓迎を受けた。今田も、X やってたら、兄さん、言うて。めちゃくちゃつぶやいてるよ、そらそうやと興奮気味に語った。ただ、自身は X のアカウントを持っていないため、代わりにニュース見たとき。ちゃんと家で兄さん、言うたよと一人で喝采をあげたことを明かした。出演者の元衆院議員でタレントの杉村太蔵に、実際お会いになってるんですか?と聞かれると、だいぶ前ですねと返答。LINE では連絡を取っているが、細かい話はや。やっぱり聞けないですし、怖いからと週刊文春との法廷での係争については直接聞いていないと話した。松本の再開宣言、ポストは6000万に迫るビューがあったという。それを伝え聞いた今田は、X のフォロワー数とか、僕ら近すぎてピンと来てなかったところはありますけど。ほんますごい人なんやなと思いましたと、その影響力の大きさに改めて感心していた。